さあ、青空広がっていますよ。気持ちよく気温も上がって、この後最高なんですけれども、そういう時こそ注意点があるんですよね。晴れている時はこの時期からの紫外線です。北日本から西日本にかけてもう5月ですけれども強い予想となっていますし、東日本、西日本、内陸の方などでも非常に強い予想となっているところ、特に西日本もありますので、そうなると紫外線対策必要になると思うんですよ。ちなみにですね、梅雨入りしている沖縄地方は今日はですね、この後も激しい雷雨の恐れがあります。警報が発表される可能性もありますので、梅雨入りしている沖縄地方は十分にお気をつけください。晴れているところでは紫外線対策でも、気にせず出かけようとしている人を見かけたらちょっと待ってって言った方がいいんですよね。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、そんな時はストレッチにしましょうってことなんです。待ってって気持ちを持って親指を下にするんですよ。待って、でもちょっと待ってって、びっくりするから、あえて待ってないですね。ちょっと待って親指をこうやってねじることによって二の腕のたるみを解消できる。ただ単にこうやるだけで、しっかりとこう上から下、はい、上から下、ちょっと待って、はい、ちょっと待って10回、ちょっと待って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 、ほら、そうするとしっかりと刺激が入ってくる。これからね、薄着にもなってくると思います。今のうちに引き締めておきましょう。ということで、この後も元気にいきましょう。あなた、ちょっと待って、ちょっと待って、紫外線が強いよ、ね、強いの、紫外線、ちょっと待って、ちょっと待って、ね、なんで待って、待ってくれ、待ってくれないのね、はい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 、はい、ちょっと待って、ちょっと